はようございます。おはようございます。おはようございます。朝7時です。眠いっすね。眠いです ね、 眠いっすね。朝から来ていただきありがとうございます、はい、あれでも毎日動画結構初めて。毎日動画初めてですね。ですよね。僕動画はまだ一部しか出たことないです。そうですよね、はい、じゃあ初めましての方に、この方を紹介します。本日6月15日お誕生日のおこめちんです。シャキーン。実は私結構がっつりな初めてというか初柄というか感じですよね。はい、ちょっと緊張してますよ。私は僕も緊張してますよ。僕も緊張してますよ。2人して緊張してるって、はい、じゃあ、まあ、初歩的な感じの質問からさせていただきます、はい、ペンネームもうちょっと自分のお口から言ってください。はい、編集者名でおこめちんでやらさせていただいております。よろしくお願いします。今日誕生日じゃないですか。6月15日、はい、何歳になったんですか。27になりました。27になりました。27になりました。結構ね、なんか下に見られることが多かったりします、ね。うん、若い、はい、見えますね。いや、これから30代ぐらいになってなんか、なんかこう、それでも若いって言われるタイプですね。いいね。いい感じになってきますかね。いい感じになるんじゃない。私、年下の私が言うのもあれなんですが、いい感じになると思います。本当にお米ちんのことを知ってる方ってまあ、その、クラロワとか、ね、そうです、そこくらいだと思いますね。と思うので、うん、ちょっと編集部でどんな仕事をしてるのかとかわからない方がいるので、ちょっとそこら辺教えていただけると嬉しいんですけど。はい、今、ゲームの攻略はクラロワを主にやってまして、あとは時たま出る新作のゲームの新作記事をちょろっと書いたりとか、そういったところを今メインでやらさせてもらってます。楽しいですか。楽しいですね。やっぱでも難しいとかあります、書いてて。でも一番最初僕自身が文章を書く仕事とか初めてだったので。そうだったんですか。そうなんですよ。なんでやっぱいろいろルールとかあるじゃないですか、ね、ありますね。そういったところを守りながらとか、あとはその人がその文章を見た時に本当に読みやすいのかとか、いろいろ考えながら試行錯誤しながら、そうですね、いろいろ上の方に教えていただきつつ頑張っております。今目指している先輩とかいます、編集目指している先輩ですか。はい、僕はあの伊藤さんの声を目指してます。僕はあの伊藤さんの声を目指してます。伊藤さんの声、あー、あのね、ダンディー、渋い感じ、渋い感じの声ね。伊藤さんってなんか本当いい年の取り方をしたなっていう感じで、なんか大人の魅力ありません。おはようございます。しるしる伊藤ちゃん。伊藤さん、おかしいでしょう。ちょっと単品で出てるの。こんな顔で出ちゃダメでしょ。朝っぽいですね。いや、そういうことじゃない。急に呼ぶんだもんだって。失礼しました、本当に。次期編集長のしるしる伊藤ちゃん。すごいいじり出た。はい、なるほどね。目黒さん聞いてますか。はい、僕もちろんね、あの目黒さんも好きですよ。取ってつけたようなやつね。目黒さん、目黒さん大好きです。目黒さん、良かったですね。でも伊藤さんの方がもっと良かったですね。ということで、まあ今日お誕生日ということで、はい、お誕生日にまつわる話をいろいろ聞こうかなと思います。27歳になりました、はい、27歳、27年間生きてて今までもらった中で一番嬉しかったプレゼントって何ですか。一番嬉しかったプレゼントは、うん、その高校生の頃の彼女に、うん、彼女にやっぱ高校生ってあんまりお金持ってないじゃないですか。はい、持ってないね。それでなんか必死にそのバイト代を貯めて、うんうん、なんかそのポール・スミスのキーケースをいただいた、うん、今も使ってると。今は使ってない。でもそれが一番嬉しかったと、まあ、記憶に残る感じで。やっぱりそのお金ない中で必死にバイトしてなんかプレゼントしてくれるっていうのはちょっとやっぱ心グッとズキュンってきました。ズキュンってきちゃったと。ズキュンってきました。ズキュンってきちゃったと。はい、まあ今後お米さんのことが好きな女子、頑張ってバイトしたお金でプレゼント買ってあげてください。待ってます。ツイッターはここまでみたいな。ツイッターはここまで。いや、いいですね。じゃあ他に聞くのはこれですね。27年間生きてて、まあ、一番好きなゲーム一番好きなゲーム、ちょっとあの結構僕自身かなりゲーマーでいろんなゲームやってきたんですけど、はい、これっていうゲームなかなか難しいんですけど、はい、対人系のゲーム、はい、対人戦の PVP のゲームが好きで、やっぱ今一番やってるクラッシュロワイヤルですかね。やっぱ今一番やってるクラッシュロワイヤルですかね。うわ、
何、はい、これせんなんかステマですか？ステマじゃないんですけど本当に結構あのいろんなゲーム手出すから、うん、飽き性だったりするんですね、うん、僕自身でもな長く続いてるその中のゲームって言ったらやっぱクラロワかなっていうところで、うん、じゃあちょっとクラロワ運営してる皆さんとかプレイしてる皆さんにちょっと一言メッセージをいただければと。はい、もうクラッシュロワイヤルめっちゃ楽しいんで今からでも間に合います。一緒に僕とプレイしましょう。日曜日握手してくれそうですね。僕と握手みたいな。そう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 。じゃあこれを最後の質問にさせていただきます、はい、誕生日だからぶっちゃける話。ぶっちゃける話か、実はゲイですとか。それで私が言ったやつでしょ。これ言えば大丈夫だよって。いやいやいや、実はゲイですって なくて、でもあの本当にちょっとあの困ってるじゃないですけど、結構クラロワ その生放送とかやらさせてもらう機会あるんですけど、結構なんかホモネタ振ってくる方がいらっしゃって、ちょっとここで宣言します。僕、ゲイじゃないです。ゲイじゃない。僕、ゲイじゃないです。ゲイじゃない。はい、女の子が好き。女の子が好きです。はい、そこだけちょっと、この誕生日の日に主張したい。ちゃんとね、ぶっちゃけとかないとね。はい、そうですね。僕はゲイじゃない。僕はゲイじゃない。僕は女の子が好きだ。女の子が好きだと。これがぶっちゃけの話。はい、お願いします。皆さんお気をつけてね。じゃあ今日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあいい年になるよ。はい。応援しとるんで、応援しとるんで。良いお年を。良いお年をじゃないじゃないじゃない。じゃあ素敵なお誕生日をお過ごしください。はい。それでは皆さん明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。バイバーイ。バイバイ。